大阪市立科学館は大阪市北区中野島にある科学館。テーマは宇宙とエネルギー。大阪市政100周年事業として関西電力から65億円の建物設備の寄付を受けて1989年に開館した夢中と決め機関という愛称を使用していた時期もあった。前身は日本初の科学館であり、初めてプラネタリウムを導入した大阪市立。 電気科学館である。科学館が所在する中野島4丁目にはかつて大阪大学理学部があり、後にノーベル賞を受賞する湯川秀樹が中間史論を構想した。日本で初めて天体電波観測が行われた地とも言われ、関連する資料の収集や研究を積極的に行われている。常設展示では参加系を中心に200のアイテムがあるほか サイエンスショーなどが行われている。直径26.5メートルのドームでのプラネタリウムオムニマックスによる天体の映写をはじめ2004年7月にはプラネタリウムが全天デジタル映像装置を組み合わせた次世代の施設としてリニューアルをオープンした。2008年7月18日には展示場がリニューアルされ1928年に東洋最初のロボットとされた。 学ぶ転則を復元した実物大の胴体模型が公開された。友の会は会員1050人、ジュニアクラブで170人を要する。科学の書籍やグッズを販売するショップとカフェを併設する。また、収蔵資料として日本初のプラネタリウムや大阪大学で使われたコッククルフトウォルトン型加速器、日本初の本格的科学研究所であるシャミツ局に、 ついての資料、戦前からの電気計測器や電気設備に関する資料などのコレクションを持つ。また、戦前からの天文学を中心とする普及書籍、雑誌のコレクションは、西日本随一である。エレベーターホール、大阪市立科学館と国立国際美術館なお、同科学館の建設費や改装費などに充てる目的で、大阪市が、 関西電力から1989年以降72億円をコス寄付を受けていたと2012年になって新聞各社が報道寄付金は電気料金から支出されていることもあって問題視されているとした。しかし科学館の前身である大阪市立電気科学館は関西電力の母体である旧大阪市電気局が設立に関わっており その歴史的関係について記事では触れられていない。ありがとうございます。